一崎君夫です。今日は令和元年9月1日でありまして、つまり8月もほとんどこちらのチャンネルに動画で、できずに終わってしまいましたけども、なかなか投稿できなかったのでいろいろ理由ありますけどね、かねてより言っている通りその、ちょっとね貧血でその体調が悪かったとこと、それと個展やってまして八ヶ岳美術館で、糸崎君夫の作る写真展というねまだやってるんですよ。9月14日まで、9月16日までやってるんですね。で、忙しいのもありました。それとねあとね、YouTube チャンネルねまたね証拠りもなくに新しいね子供チャンネルっていうのね、作っちゃったんですね。この3つ目ですからね、この暴走チャンネルとコビーチャンネルと子供チャンネルとね、底辺 YouTuber の陥りやすい悪いパターンはそのね収益ができてないのサブチャンネルいくつでも作るっていうねこのダメなパターンで私も陥ってんですけども、なんでそうなっちゃってるかっていうと、結局ねその ADHD の、せいでありまして、あれもやりたいこれもやりたいって言ってるとね、本当は一つの番組でいろんなコンテンツをぶち込みたいんですけども、それはそれでいけないっていうふうにして言われるんですよね。コンセプトを、はっきりさせないと、視聴者が混乱するからって言ってね。だからそのフォトモについてのコンテンツを取ろうとね、私フォトモ作家でありますから、やっぱり、ね、フォトモで発信するのが一番ね、収益に結びつくだろうというね、そういうことを思い立ちまして、それで、ホビーチャンネルの方にフォトモのコンテンツを上げたんですけども、いやこれちょっとねこうやって複数コンテンツ上げるといけないと。で私はねもうここで腹をくくって、私はフォトモ作家として、ちゃんと YouTube で発信するとね、そういう風にしてフォトモチャンネルを立ち上げて、まだ現時点で登録者数が11人でね、全然しょぼいんですけど、ちょっと頑張るぞと、ね、いうことなんですよ。でそうするとねこちらの方がね、ちょっと手薄になると、いうこともあるんですけどね、あのねこれねいろいろ気づいたんですよね。で、一つはねその、この8月はほとんど動画上げられなかったですけども、その原因はねそうもう一つ言ってないことがあって、本読んでないんですよ。本をねあんまりほとんど読めてなくて、っていうのはね私ね歩かないと本読めないんですね。やっぱりね座りながら、涼しい喫茶店とかで、本読んでると、部屋の中で本読んでると、眠くなっちゃうと、で歩かないとね本読めないんですよね。だからそれで本読まないとその要はインプットがないとアウトプットもないので、動画も撮れなくなってきてると、いうことなんですけどね、ここでねはたと気づいたんですけどね、その私かねてよりこの動画で言ってますけども、その小学校高校生ね大学もその私勉強全然できない子供だったわけですね。でなんでね自分勉強できないのかってね、その理由はあんま考えたことなかったんですけどね、もうこれ一つはねこの歩かないと本読めないっていうのが、かなり そのせいじゃないか、 ADHD のせいで、多動性注意欠陥症候群のせいで、歩かないと本が読めないと。で、歩かないと頭働かないと、ね、今も歩きながら頭働かせて喋ってますけども、でそうするとね学校の勉強っていうのはその授業っていうのは結局座って黙って先生の言うことを聞かなきゃいけないわけでしてね、そうするとね私の性格上これ耐えられないんじゃないかなと思って、でも全然勉強に身が入らなくて、勉強できない子になってしまったんじゃないかと。で社会人になるとね自分のスタイルで、勉強してもいいことになっておりまして、でそんな中で僕が改めて勉強しなきゃって思ったのは大学卒業してしばらく経ってから、そのね社会もう今までこの学生というその大学生時代まではこう守られている身分だったのが、急にこうポンと社会に放り出されて、一人でどうしていいかわからないというかね、そのはたと自分は何も勉強してこなかったっていうことに気づいたんですね。でそれでねこれやばいからなんか勉強しなきゃっていうふうにして、なぜか思ったんですよ。そういうふうにしてで勉強を始めたと。で勉強ってもその最初はその生物学のその一応生物好きでしたからね、昆虫とかね植物とか好きでしたから、それ関係の新書版とかね、科学読み物ですよね、日高義孝先生とかね、あと本川達夫先生とかね、そういうのいろいろ読みましたけども、そういうふうにして主体的に勉強をねしてね、親や先生に勉強しろって言われてするんじゃなくて、言われてすることが嫌だっていうのもこの ADHD の特徴でもあるらしくてですね、やっぱりね主体的にこう自分の意思で勉強をし始めると。でそんな中でこう自分の、
やりやすい勉強の仕方というのがだんだん確立されてきまして、そんな中でこの歩きながら読むというのをね、始めたら、これがね結構こうハマってね、まあもともと私はその、赤瀬川源平さんの影響を受けて路上観察というのをね、やっておりまして、そこからフォトモというその写真を立体にするという作品も生まれましたけど、その中から歩きながら読書というのをね、まあ派生していると、そういうわけなんですけども、だからまあこの ADHD ということをね改めて意識すると、まあ、いろんなことが分かってくると、いうことなんですけども、それで何の話をしようと思ったんだかな、なんか今日ねちょっと違う話もしようと思ったんですけども、あそうそう、あとね、そう、あとね、このこっちのチャンネルが更新できなくなった理由ですね、できなくなったっていうか、これからはなるべくしたいと思うんですけど、なかなかできない、その理由はもう一つはね、頭をねもう切り替えちゃったっていうかね、そのもうとにかくね頭を切り替えようというね、自分を改造しようというね、頭を切り替えるというのは気分を変えるっていう意味じゃなくて、もっと根本的にね、そのね私のその生きる姿勢そのものをね、変えなきゃいけないとね、ものを考えるその根底のところをね変えなきゃというところで、そのね、今まであんまり僕が読んでこなかったそのビジネス書を読んだりね、あとその、YouTuber ですね、しかもその20代の、YouTuber の皆さん、あとその、ネットビジネスとかね、あとブログとかね、ツイッターとかね、いろいろ発信している若い人がいるんですよね。でそういう人にいろいろ学んで、その、自分の頭を、ね、もっとねこう商売のね、商売の脳みそにその変えていかなきゃとね、だからこの最初に私がこの始めたこの YouTube、 今暴走チャンネルというタイトルになってますけど、これは私が勝手に暴走する、好き勝手に暴走するチャンネルだから、その収益は考えないとね、言ってますけど、一方でもうその収益のことにこう頭をこう振り分けなきゃっつってね、だからそのやっぱりアーティストっていう立場だとね、その収益っていうのは商業主義じゃないんだみたいなね、そういう固定観念がどうしてもねあるんですよね。でまあそれはそれでいいのかもしれないけど、まあ現実にお金がなかなか儲けるの難しいわけですよ。でそこで私はその意を決して、その自分の頭をねこうビジネスの商売の脳みそを変えるんだっていうことで、いろいろ努力して、でその結果として今はそのフォトモチャンネルと、ね、いうところで、来たんですけど、このフォトモチャンネルまだ全然収益化にも全然程遠い状況で、ありますけども、いずれにしろね頭が随分切り替わったんですね。で、まあ、とにかくねどうやってこう収益を上げるかにスポットを当てて、ぐっとこう最近考えながら、動画をね上げてるんですけど、まだ動画全然本数少ないですけどね、まあ結構ね手間かかるんですよ本当に、フォトモチャンネルの動画を撮るのね、だから自分でフォトモをちょきちょきこう作るところを撮って、でね、まあ、そこまでいいんだけどね、編集が大変ね、この暴走チャンネルはその暴走しっぱなしですから、こう編集もなしで暴走するというね、そういうスタイルで、これはまあ簡単でいいんですけども、ちゃんとしようとすると、まあそれなりにっていうか、もうかなり手間かかって、本を読む暇もないと、ね、それもありますけども、でもねやっぱりね、そのね商売のことを考えてるとね、そのビジネスのことを考えるとね、収益のことですね、そうするとね、その哲学的な考察とねちょっとねバッティングするというかね、なかなかねそっちの方に頭がねいかないのかしらっていうことでね、それもあって本読めないし、こちらのチャンネル投稿できないしというのがね、最近の状況なんですけども、まあそういう風にしてこうね自分がどうなのかっていうのをこう自己観察ね、自分を観察するっていうね、それも含めてまあ、やってますよということなんですけども、だからまあどうなっていくのかわからないですけども、まあこれからも頑張りますので、よろしくお願いしますということでやりまして、改めてチャンネル登録よろしくお願いします。あとねあんまり言えないんだけど、その高評価ボタン、言えないっていうのはそのすぐ言うの忘れちゃうんですよね。だからね高評価ボタンを、ぜひ押していただければと思います。そういうことであります。